もうちょっと大きく。はい、はい、ご飯入れますよ。はい、あー出してください。はい、いいですよ。はいはいはい。ごめんなさい。安子様。待ちなさい。安子様、2階へ行ってはならないと旦那様からきつく言われております。降りてください。危ないですからね。初めは些細なことだったんだ。あいつらの畑の不作を願ったんだ。わかりましたか、ね、するとうちの畑が荒れた。呪いを呪いで返されたんだ。一度始まった呪いの連鎖は止まらない。しかし我ら見てないけはあまりにも害を被りすぎている。無念なことに呪いの力はあいつらの方が強いようだ。危ないですから、安子様。安子さん、千鶴、生きてたんだね。よかった。千鶴って誰？許しておくれ。どうした？許してください、安子さん。どうしたんです？呪うために死んだんだ。生きてたらダメじゃないか。早く死ね死ね死んで呪い呪い腹の底から呪い死ね。悲しみねたみすねみうら。先輩、おはようございます。加藤君、どうしたの？うちネット止められちゃってて。レポートできました？うん。加藤君できた？まあまあですね。先生、おはようございます。熱心ですね、春休みなのに。コーヒー入れましょうか。ああ、いや、僕は文章データ取りに来ただけですから。あと、光がちょっと学校。どうぞ。真島先生の娘さんですか？よろしくね。とみちゃん、パソコン貸して。うん。あ、先輩、僕やります。ありがとう。ここで勉強してんだ。うん。知り合いなんですか？うん、昔からね。また開示殺。うん？トルコ町の皆さん、こんにちは。三田礼一です。私もこの町に生まれ育ち、大学の方でも経済学を学んできました。現在40歳です。美しい町づくり、奉仕活動はもちろん、近年ではこのトルコ町の自然保護に終始しております。この2年にわたり約100回ほどの自然保護キャンペーンを取り組んでまいりました。この美しいトルコ町の自然を再生し、施設を作ることに何の意味があるのか。やばっ。はい。あ、もしもし、春山さんですね。はい。こちら鳥子町西公園前交番です。あ。先日ストーカー被害の届けを出してもらって、とりあえず周辺の見回りを強化したんですけれども。はい。怪しい男の姿が見つかっております。あ、つい今もドアのチャイムが鳴り続けて、もしかしたらまだ近くにいるかもしれないので、来てもらえませんか？こんばんは。こんばんは。詳しくお話伺ってもいいですか？はい。いたずら電話とか、誰もいないのに呼び鈴が鳴ったりとか。そうですか。はい。すいません、失礼しました。声が漏れちゃうんで公用携帯持ってるんです。そうなんですか。すみません。この間お風呂の外に誰かいたような気がして、見てもらえますか？お風呂ですか？ちょっと何するんですか？いやでも気持ち悪い。こんなことしてどうなるか分かってんだろうね。お邪魔します。お邪魔します。こんにちは。こんにちは。ああ、本当だ。名前で書いてる。名前？女って字じゃん。違う？なんでだって。だっせー。だからマジビビったら。ていうかさ、お前ら何人んち買って入ってきてんだよ。お母さんに挨拶したし。いや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 。お前の母ちゃんやっぱちょっと変だよな。うっせえな、あんなババ知らねえよ。ねえ早く見ようよ。だ。新しいスポット出てないね。うん、もう全部行き尽くしたよな。うん。ん？お手洗い？ここ行ったことねえよな。なんだよ、町長候補じゃん。誰だよ、知らねえ。あ、でも見て。少女が見えたら最強です。だって。なんか映ってるってことか。なんだよ呪うって。黒いやつだってほくろみたいにか。ダッサ。トルコ町の皆さんこんにちは、三田礼一です。私もこの町に生まれ育ち、大学の方でも経済学を学んできました。現在40歳です。美しい街づくり、奉仕活動はもちろん、近年ではこのトルコ町の自然保護に終始しております。この2年にわたり約100回ほどの自然保護キャンペーンを取り組んでまいりました。施設を作ることに何の意味があるのでしょうか。豊かな自然、豊富な資源に恵まれたこのトルコ町の町を、未来を担うであろう子どもたちに私は守り残していきたいと考えております。なんか見えたか？だよな。週一、ちょっと見てきてよ。お、何？いちご。やったー。お母さんか。知らねえっての。いただきます。食え食え。うん、美味しい。たくま。うん？試しにさ、誰か呪ってみろよ。え、でもうちらのことやめてよ。分かった。じゃあ行くぞ。ふざけんなよちゃんと呪ったって。誰呪ったんだよ。母ちゃん、あんた最低な息子だよ。あ、くっそい。くっそくっせ臭くねえよ。え、たくま、何それ。え、大丈夫か、たくま。誰だお前、なんだよ。どうしたの？やめろ。やめろ。どうした拓馬？怪自殺。ひかりちゃん、どうしてここに？このページ知ってる？何これ？地元ネタを書き込む掲示板で、この町のページ、一連の怪自殺を呪いの仕業だと盛り上がってんの。呪い？呪いの動画があって、そこになんか変なものが見えると呪いの力を使えるようになるんだって。ただ不思議なんだけど、どこにもその動画がないんだ。警察が規制したのかな。警察はそんなものに動かないと思うよ。ねえ、一緒に呪いの動画探してくれない？本気で信じてるの？だって復讐できるじゃん。ひかりちゃん。ひかり。お父さん。勝手に入るんじゃない。外で待ってなさい。てかまあ、こいつら呪いとか言ってネットで憂さ晴らししてるだけかもしれないけどね。でもこれだけ世の中には恨みがある人がいるってことだから。多感な時期だから、こういうネットの情報とかに影響されやすいんだね。すいません、私も一緒になって。当たり前だが、母親を失った傷は幼かった光の中では思いのほか深いんだと思います。実の親が他人の君にお願いするのもなんだが、あの子が間違わないよう助けになってほしい。他人なんて言わないでください。ひかりちゃんは私の本当の妹のように思っています。そうですか。あ、なんか話してました。ううん、別に。髪溶かしてもらってもいいかい？またですか？少しだけですよ。変な事件が起きてんね。え？なんでだか教えてあげよっか。呪いがね、広まったのね。それでね。安子子さんやめてください。すいません。針山萌の友達です。針山さん、お友達が昼間に刑事さんが話を聞いてきましたので、ほどほどに。萌、大丈夫？うん。私何もしてない。私本当に何もしてない。勝手に死んだの。いやいや、随分呪いの力が流行ってんのね。あんたその男の死を強く念じたんじゃないかい？え、それは。呪いはどこにだってある。願いと呪いは紙一重だもの。よって誰にだって起こりうる。あんたにだってそんな呪いなんてある。自分が幸せになりますようにと願うことと、誰かが不幸になりますようにと呪うことの何が違う？誰かが幸せになれば誰かが不幸になっているのが世の常だ。妬みそねみ恨み憎しみ怒り悲しみ妬みそねみ恨み憎しみ怒り悲しみ妬みそねみ恨み少し休んで大丈夫よ。落ち着いてください。私にはこれがあるから大丈夫大丈夫大丈夫。しずるかい？しずる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 。おばあさん、人形が。春山さん、どうしたの？泊まったの？うん。ひかりちゃん、勝手に入っちゃダメじゃない。お父さんに叱られちゃうよ。この人がいいって言ったの。こんなの信じちゃダメだよ。みんなただふざけて書き込んでるだけ。もう見つけた。え？これで間違いないはずなのに。でも私には見えなかった。ちゃんと見てよ。はいはい。ご聴の皆さん、こんにちは。三田礼一です。私もこの町に生まれ育ち、大学の方では経済学を学んで、近年ではこの鳥子町の自然保護に終始しております。この2年にわたり約100回ほどの自然保護キャンペーンを取り組んでまいりました。この美しい鳥子町の自然を伐採し、施設を作ることに何の意味があるのでしょうか。豊かな自然、豊富な資源で生まれたこの未来を担うであろう子どもたちに、私はお父さん、やめて。大丈夫？何か見えた？何も見えなかったのに、こんなものを10分以上も見てたの？え？まさか見えたの？人呪い殺せるようになっちゃったのかもしれないね。そんなわけないでしょ。やめてよ。あ、先輩、おはようございます。ひかりちゃん、昨晩ネットを貸してくれって来たんです。一応言っときますけど、何もなかったですよ。僕、好きな人いますから。先輩、なんか悩み事あるなら相談してくださいね。ありがとう。僕には相談できないですか。でも真島先生も変わってますよね。心理を研究する人ってやっぱりちょっと変わってる。自分の世界に没頭で、かなり自己中心的で、だから娘もあんな感じになっちゃうんでしょうね。あんな感じってやっぱりちょっとマットな感じになっちゃうんじゃないですか。一晩中ネットで霊の力について調べてたんです。やっぱり娘の精神状態をどうにかするのが第一じゃないですか。何も知らないくせに。え？あなたに真島先生やひかりちゃんのことを悪く言う筋合いはない。ひかりちゃんから聞きましたよ。昔酔っ払いのトラックにお母さんがはねられて死んだこと、それに先輩のことも聞きました。ひかりちゃんと被害者の会で出会ったんですよね。確かに僕には分かんないですよ。でもだからってずっと被害者の看板ぶら下げてればいいんですか。あなたに何が？誰かに救われるの待ってんでしょ。僕じゃダメなのは分かってますけど。止めて。先輩、ちょっと何なんすか。先輩、しいお話をお伺いしてもよろしいですか。あなたは亡くなった加藤さんと車内にいた。はい。それで別れてすぐに事故が起きた。はい。わかりました。ありがとうございました。車に不備はありませんでしたし、ただ運転を誤っただけだと思います。そうですか。琴美ちゃん、あなたがやったの？私、分かってるよ。でも大丈夫。誰もそんなの信じない。何言ってんの？あの動画、やっぱり見えてたんだね。お願いがあるの。お母さんをひき殺した犯人、お願い。疲れてるの、ごめんね。今ならできるはず。変なことばっかり言わないで。お掃除ご苦労さん。お前もどうだ？俺はいい。兵藤さん綺麗好きで助かってたけど、もうすぐ便所が荒れるな。外だよ。飯ごちそうするよ。どうせすぐ戻ってくんだろ。どっかの主婦酔っ払って引き殺してよ。でもさ、こんなにしちゃってくれてる袴田置いて、お前だけ出てくのかよ。袴田は弱えからまたいじめられるぞ。おい、お前ら何の真似だ。おい、何すんの。兵藤さんにいろいろ強要されました。断ろうとしたらぶん殴られました。伊部さんと磯村さんが助けてくれました。袴田、お前誰も助けてくんねえぞ。おい袴田、おい。すまん袴田、でも俺は出てく。おい食えよ、はい食えよ。食えよ。りがとね。ほら、刑務所内で出所間際の受刑者が異常自殺。すごいね。あの噂やっぱり本当だったんだ。まさか、そんなわけないじゃん。ちょっと見せたいものがあるんだ。私が琴美ちゃんを助ける番だ。お母さん？見せたいなと思ってさ。行くの？待ってよ琴美ちゃん、ずっと恨んでたんじゃないの？違う、話して。もう偽善はよしてよ。お母さんを殺されて憎くて憎くてしょうがないんでしょ。そんなんじゃない。琴美ちゃんは使っていいんだって。私は琴美ちゃんのために。いつまでそんなこと言って。お願いだから使って。話して。どうして光が？あの子は自殺なんてする子じゃないんです。それが一番そばにいた彼女の証言には困ってるんですよ。わからないの一点張りで。ただ他に目撃者もいるんです。その人の話によると、路上に飛び出そうとした光さんを彼女が助けようとしたって。その状況から事故と自殺の可能性を踏まえて捜査をするということです。先生、私ごめんなさい。私ひかりちゃんを助けられなかった。一体何があったんだ。私わからないです。何がわからないのか言ってくれないか。先生は呪いなんてあると思いますか。いい加減にしてくれ。こんな時にふざけるのはやめてくれよ。でも私わからないんです。このままじゃどうなるのか怖くて。本当にわからないんです。いらっしゃい。安子おばさん、この度は私の誕生会を開いていただきありがとうございます。ごめんください。ごめんください。美味しい。でも栄一君が一緒に食べられなくて残念。ごめんね、あの子具合が悪くって。ねえ、ケーキ持って行ってあげようよ。そうだね、後で持って行ってあげるか。うん。メーカー探してくる。待ってて。お父さん、安川さん、15歳になった娘を連れてきました。初めは些細なことだったんだ。あいつらの畑の不作を願ったんだ。するとうちの畑が荒れた。呪いを呪いで返されたんだ。一度始まった呪いの連鎖は止まらない。しかし我ら御手洗家はあまりにも害を被りすぎている。無念なことに呪いの力はあいつらの方が強いようだ。全てが良くならない。私は商売が失敗し、ついに息子は厄介な病気にかかった。もうこれしか手段がないんだ。うちが潰される前に。どうかこの子を生贄に呪いの力をお高めください。そこにいるの？ずっとここにいるの？どうしてあんなことを。あなただってしたくてしてるわけじゃないんだよね。でも力を持ってしまった。呪いの力を目覚めさせてしまった。本当はそんなことしたくないのに、みんながあなたを使う。そうでしょ？もうやめよう。琴美ちゃん。帰ろうか。光の額にも黒い点があったね。あの子が間違わないように助けになってくれるって言ったじゃないか。先生、ごめんなさい。なんでこんなことに。なんで？私は先生とひかりちゃんがいてくれるだけで、それだけで幸せだった。呪いの力なんていらなかった。おいしい。はい、いいね。うわ咲いて。なんでそこについてんの？大丈夫か？呪われてる人みたいだけど。もうやめてよ。なに？それ。え、知らないの？そっか。あきこ大学からこっちだもん。数年前に流行ったんだよ。この町を中心に変な自殺が流行ってね。呪われると黒いあざを残して自殺するっていう事件。何それ気持ち悪いね。でしょ。え、本当やんの？多分。ちょっともうティッシュ取ってきてよ。お。じゃあそれそのあざなの？なわけじゃないですよ。ね、気をつけてよ。怖いね。絶対嘘だ。でもあるわけないからそんなの。私よく変われるぞ。そうだよね。夏美どうしたの？夏美？おい、どうしたんだよ。わかんない、急に倒れちゃったの。おい、しっかりしろって。おい。夏美？嘘だよね。おい、しっかりしろよ。夏美、夏美、急に倒れちゃったの。どうしようね、なんとかしてよ。いや、どうしようって、そう、どうすんだよ。ですよ。しかしこんなになるまで気づかないなんてね。ほら、4ヶ月にもなるとまぶたや唇がわかるでしょ。